の職にするか。未来の前世的にアサシンは無理だったので。名前の響きがかっこいいのを選択。なんかも分かってないです。つまり、適当。あまりいいのないかなー。へ、これで。とりあえずセーブ。あれ、取れてない。アイコンも全然わかんない。アサシン試した時も結局隠密の仕方も攻撃の仕方もわからなかったの。とりあえずステータスの確認方法と魔法の使い方はわかった。多分。あ、あと地図も。囚人に見せびらかすためのアイテムの山？サルン性格悪いな。
ない装備。役もないのにこれは辛い。ちょっと休む。いやこれは無理だと思います。ですよね。セーブしてな。でもさっきよりは良さそう。途中でテクル文字は足音が聞こえるとか暗闇から赤い目が光ってるとかばかりなので省略。道が分かってないくせに入り組んでそうな水路進む典型的な迷子のプロ。進むべき進路がわからない。よくわからないけどレベルアップ。いやだから無理だって。なんで？デカどれをしたの？
キャンプも休眠扱いなんだろうな。とにかく世界各地にある混沌の杖のかけらを集めるってことかな。スケールが広いぞ。とりあえず体力も回復したから進もう。やられた。スキーバーだから運動不全症？あれ、なんだっけ？まあいいや。
ゲートに着いた。パスワード調べて。街だー。夜だー。なんで街にゴジラいるの？ゴジラ盾と剣使うの？無理。あれ、外？もうさっきのところは戻れなさそうね。でも夜の外怖い。誰もいないんだが。ゴブリンいなかった。これは多分話しかけたらいけない人。ひふき男に、お姉さん。顔怖。白い評判になりそう。
のにね。綺麗で格安のお宿。外ではキャンプできないのね。仕方なし、戻ろ。長文。ようやくしたら、怖いバージョンのハロウィン的な祝日。信心深い老人は口も開かないとか、若者も楽しむけど暗い道は避ける。でも魔導士ギルドは使用術を祝して魔法アイテムが半額になるんだって。わからん。それにしても暗くないですか？トリマ荷物整理と病気治さなきゃ。ちょっとそこの人。選択肢多い。どれだろう。とりあえずこれ。どこ？あ、はい。
仕事の話し合った。でも本人気づいてないんです。わかってないんです。だって英語がわからない。地図に書いてくれた。優しい。これ最終的にヤバいことなりそうでない？肖像画描くんだってすごいねー。うわさきいとこ。
これもお仕事だ。メモしなくちゃ。ここまで。